ウィークリーキャッチ。ここからはニューヨークのスタジオから、この一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです。今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えします。観光ヘリが電波塔に激突墜落、子どもを含む4人が死亡しました。紅葉シーズンがピークに、各地で金銀が色付いています。 はじめに、アメリカ大統領選挙のレースは最終段階に入っていますが、最新の世論調査でも、民主党ハリス副大統領と共和党トランプ前大統領の支持の差はほぼなく、勝敗の行方はまだ不透明です。期日前投票はほぼ全ての州で始まっていて、これまでに2500万人以上が票を投じました。共和党候補のトランプ前大統領は、 先週かから今週週ににけてて以上の集会に参加し十数週を回っています先週木曜日はニューヨークで行われた民主・共和両党の議員が集まるカトリック教会のパーティーに出席し民主党議員らの横で余裕の辛口ジョークを飛ばしました。 Really a pleasure anywhere in New York without a subpoena for my appearance. <laughs> Anytime I don't get a subpoena, I'm very happy. I didn't like Biden very much, and now I like him quite a bit. You know, it's you know he's having second thoughts. You know that, right? He's having. He wants to come back. If she does any worse in the polls, they're going to bring him back again. I think Chuck. He's going to do it. He's the one that got him out. That's the guy. <music> またペンシルベニア州ではハリス氏の若き日のアルバイトをもじるようにファストフードのマクドナルドでポテトを揚げドライブスルーで注文を渡すなど店員体験を行い中間層の有権者らにアピールしました。 ハリケーン被害を受けたノースカロライナ州には何度も足を運び、トランプ氏の支持基盤が強いこの州での投票に期待をかけています。休む間もなく別の州に移動し、会合ではエネルギッシュに支持者に訴えました。 激戦州をこまめに巡る作戦ではほぼ単独で選挙活動を行う共和党トランプ氏の方が支持を巻き返しているとも言われています。一方、先月 ABC テレビで行われた直接討論後には 民主党ハリス副大統領がわずかにリードしていた支持率ですが、ここに来てトランプ氏の攻勢に押され気味です。同じように激戦州をめぐる選挙活動を続けるハリス副大統領ですが、共和党の元議員リズ・チェイニー氏などをサポートにつけ、トランプ氏への対抗姿勢を見せる作戦をとっています。 to really decide do we stand for those things that we talk about including a particular country over party he sat in his dining room and he watched the attack on television he watched it that's a depravity that to me uh, and, and you know i think to anyone who's taken the oath of office makes someone absolutely unfit ever to be president again 民主党の副大統領候補ウォルツミネソタ州知事は22日火曜日、ウィスコンシン州の集会で演説トランプ氏の選挙活動を批判しました。He dropped, he dropped そして、オバマ元大統領も応援演説に駆けつけました。So さまざまな応援団を使い最終戦に備える民主党ハリス陣営24日木曜日はジョージア州アトランタでオバマ元大統領と合流大物歌手のブルース・スプリングスティーンさんが駆けつけ応援コンサートが行われました期日前投票の出口調査などでも民主は共和ともに僅差と伝えられていて体制はまだ分かりません 来月5日の投票日には、連邦下院議員や上院議員、各自治体の議員らの選挙も同時に行われるため、全米のテレビ放送では連日、選挙コマーシャルが流れ、政治色の濃い日々が続いています。次のニュースです。ファストフードチェーンのマクドナルドで販売された商品により、食中毒が発生し、一人が死亡したと発表されました。 アメリカの10州で49人の被害者が報告されています22日火曜日 CDC 疾病対策センターはファストフード大手マクドナルドのハンバーガークォーターパウンダーが原因とみられる大腸菌感染症の発生が報告され1人が死亡少なくとも49人が感染したと発表しましたこのうち10人が入院しておりその中には子ども1人も含まれています They think it could be the onions that go on the quarter pounders. Apparently, the quarter pounders are the only sandwiches that routinely take these particular onions. We've taken steps to proactively remove slivered onions, which are used in quarter pounders from restaurants in select states. We also made the decision to temporarily remove the quarter pounder from restaurants in select states. the Company the size of McDonald's, it's really disappointing that something like this could have been going on for apparently a few weeks before the, the public was alerted to it. 全米では食肉加工卸業のブルースパックではリステリア菌汚染の懸念から生産した肉製品およそ550万キロがリコールの対象となっていてその商品はレストランや学校給食にも使用され大手のスーパーなどではさまざまなブランド名で販売されています。 ハムなどの食肉加工メーカー、ボアズヘッドの商品では、このリステルア菌の流行により、今年に入って10人が死亡しています。専門家は、消費者側がリコールの情報を確認することが重要だと言います。 アメリカで販売される食品などのリコール情報は USDA アメリカ農務省のホームページで確認できます次です日本でも人気の有名ファッションブランドアバ・クロンビーフィッチの元 CEO ら3人が人身売買などの罪で起訴されました起訴状では3人は 金と権力を利用し若者に仕事をちらつかせて誘い込む悪質な犯罪を繰り返していたとしていますアバクロン・ビー・アンド・フィッチの元 CEO マイク・ジェフリーズ80歳ら3人は22日火曜日ニューヨークの検察当局に人身売買などの罪で逮捕されました検察当局の起訴状によりますとジェフリーズ被告と 講師ともにパートナーであるマット・スミス被告61歳そして被害者のリクルート役をしていたとされるジム・ジェイコブソン被告71歳の3人は2008年から2015年にかけて世界の各地で開催していた性的なパーティーに強制的に若い男性を送り込む人身売買を行っていたとしています。強い人たちが 検察当局によりますと3人は若い男性に旅費を支払い世界各地の性的パーティーに派遣被害者の若者はこうした行為に同意すればアバクロン・ビー・アンド・フィッチでモデルの仕事がもらえる一方断れば他の仕事も失う恐れがあったとしています基礎上には ジェフリーズ被告とスミス被告が金と権力を利用し自らの性的欲望を満たすために開く秘密パーティーにジェイコブソン被告をリクルート役として雇い選んだ男性を各地に送り込んでいたとしています。The 基礎上には現在15人の被害者が記されていますが、検察はまだ多くの被害者がいるとみて、名乗り出るよう呼びかけています。観光用のヘリコプターが電波塔に衝突し墜落しました。子どもを含む乗っていた4人全員が死亡しました。この電波塔について、事故の数日前に FAA ・連邦航空局が証明に問題があると指摘していました。 テキサス州ヒューストンで20日日曜日夜8時ごろ近くの空港を離陸して間もない観光ヘリコプターが電波塔に衝突し墜落ヘリコプターに乗っていた子ども1人を含む4人全員が死亡しましたヘリコプターは衝突した衝撃で炎上し住宅地の隣にある広場に墜落広場の芝生に火が燃え広がりました地上でのけが人はいませんでした この電波塔は高さおよそ300メートルで事故の3日前に FAA ・連邦航空局の点検で点滅するはずの照明に問題があると指摘されていました。地元テレビ局のの記者は、はこの電波塔は日中でも見えにくかったと語ります。 事故の瞬間を捉えた防犯カメラの映像にはヘリコプターが近づく電波塔には照明が一カ所だけついているのが確認できますさてスポーツファンの方はすでに大興奮かもしれませんアメリカメジャーリーグベースボールのナンバーワンを決めるワールドシリーズ 日本人としては何といっても大谷選手そして山本投手のドジャースの勝利を期待していると思いますがアメリカのメディアでもその熱狂ぶりが大きく伝えられていますロサンゼルスのドジャースグッズショップ今年一番の売れ行きは大谷グッズですがワールドシリーズのエンブレム付きの商品は限定とあって売り切れ必至です こちらのの女性は一度に30個のベーースボールキャップを購入しましまたドジャースとヤンキースのワールドシリーズはアメリカの西と東の2大都市が激突。 この2チームの対決は四十三年ぶりとあって試合のチケットはとんでもない値段に跳ね上がっています日本のファンもこの歴史的ゲームの応援のために退去してロサンゼルスに押し寄せています We've seen about 230,000 visitors thus far um, from Japan. We know there's the Otani effect, and uh, you know we know that 80 to 90 percent of travelers that are going to LA from Japan are going to see a Dodger game. America's largest japanese a Tickets are expensive, uh, hotels are expensive, everything is expensive, but yet people still want to come and see him. 私はニューヨーク在住ですが、今度ばかりは大谷選手、山本投手の活躍を期待したいですね。もちろんテレビで観戦します。次です。早いもので10月もそろそろ終わりに近づき、全米のさまざまな場所で紅葉がピークを迎えています。そして今月末のハロウィーンに飾られるカボチャの収穫も真っ盛りです。 アメリカ全土で紅葉が始まっています。ニューハンプシャー州、バーモント州、ユタ州、コロラド州、ウィスコンシン州、そしてニューヨーク州、山林は色づいています。Park, ペンシルベニア州には州立公園が124カ所。 森林が万円かあります。およそ7200万人の人々が車で4時間以内に訪れることができます。 ここのかぼちゃは全米各地に送られますガーデンマムも旬を迎えていますアイオワ州のカジュエンでも、so really so、そしてフロリダ州ハロウィン用のかぼちゃを取り揃えたパンプキン直売店ですオーナーのルイス夫妻は このパンプキン直売店を続けて13年今年はハリケーンの影響も受けましたがオープンを決意しました year, 来週ですが一足早く皆さんハッピーハロウィーンそれでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れですどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいごきげんよう